メリットは、王が発売しているヘアケア製品である。本記事では、派生ブランドから独立ブランド化したピュアンもここで紹介する。1970年に、日本で初めて ZPT を配合した、吹けかゆみを止めるシャンプーとして発売される。以来、同社の代表的なロングセラー製品となっている。また、1985年には、ジンクペリチオンを完了した。 ミクロジンクピリジオン配合でリニューアル。特徴として、地肌の生まれ変わりのリズムを整える、地肌ケアエッセンスが含まれていることや、地肌に潤いを与えて、角質層を整える、有機フルーツ酸が含まれていることや、液性が髪や地肌と同じ弱酸性であり、潤いを守りながら洗えることが挙げられる。また、発売当初は、片手で開けられる押しボタン式のキャップ、握りやすい。 ボトル形状も魅力的であった。香りは発売当初、ジンクペリチオンが入っていたため独特の匂いがした。ものの、グリチルリチン酸ジカリウムに切り替わってからは、フローラル系の香りとなっており、2016年4月、改良品以降では、ナチュラルフローラルの香りとなっている。ただ、液の色は発売当初から、青緑色である。本品は吹け、かゆみを防ぐ効果があるため、 医薬部外品である。1991年には、リンスインタイプとなる、リンスのいらないメリットを発売。2009年には、ボトル入りトリートメント、サラサラ、ヘアミルクを、2010年には、シャンプーブラシを発売しているほか、2015年には、初の派生ブランドとなる、メリットピュアンが発売された。2017年10月には、地肌スッキリアはシャンプーと、 ふわっと、リンスが発売された。2020年10月には、派生ブランドとして発売されていた、メリット・ピュアンが、ピュアンへ改名され、独立ブランド化された。通常の、メリットは、シャンプー、コンディショナー、リンスのいらないシャンプーは詰め替え可能なポンプタイプと、そうでないレギュラーサイズのものが発売されている。リンスのいらないシャンプーではこれらに加え携帯用の、 ミニも発売されている。また、シャンプー、コンディショナー、リンスのいらない、シャンプーの詰め替え用は通常サイズに加え、ホームセンターや EC サイト向けにキャップ付けっぱ打ちタイプの大容量も設定されており、特大サイズと超特大サイズ。泡で出てくる、シャンプーキッズにも EC サイト向けに通常サイズの2倍量となる 600ml の特大ポンプが設定される。ピュアンは、 ポンプと詰め替え用が設定され、デトクレンズシャンプーとビューティートリートメントには、シャンプーとトリートメントの各1回分をピローに封入したトライアル品のピローセットも設定される。ちなみに他のヘアケアブランドの多くは、リンスの製品はコンディショナーとして販売されるが、このブランドは1975年にモイスチャーリンスとして発売されてから2018年4月まで、 リンスとして発売されていたが、2018年4月のリニューアルでついにコンディショナーに改名された。ピュアンではメリットピュアンとして発売された当初よりコンディショナーとして発売されている。ありがとうございます。